イエーイ。はい、クラチャンネルです。今日はちょっとドライブに行こうかなと思ってます。時間はまだ7時なんですけども、ちょっとロングドライブ。釣りは見れるかな、できるかな、どうだろう。ではこれをまっすぐ行かれて、はい、最初の信号ですよね、はい、あれを右に曲がられたら奥にありますので。わかりました、はい、ありがとうございます。でかい。あれ成田さんがこのまま上げてる。これ何？あ、ありがとうございます。イメージとしては止めれるバズメ。出てくるけど。バズメたら止めちゃうとし、ビタッと止めてやると、アメリカでは結構スタンダードな、あ、そうなんですか、ルアーになりつつあるらしいです。日本ではなんか極物っぽい。面白いルアー、面白いですね。知ってる面白いルアーですね。成田さんがこの前、はい、フェイスブックなんか上げてました。あ、そうそう、これですよ、はい、サイズは2サイズ。でかい方がいいね。やっぱりこの手のやつはでかい方がいいですよね。最後食うか食わないかはひょっとしたら小さいのがいいのかもしれないですけど、魚寄せる力はビッグベイトと一緒で大きい方がいいのは間違いないかなと。難しい使い方は要さないというか、あの簡単なルアーがデックスのコンセプトで誰でも使えるっていうことですね。大穴にする右巻きが左巻きがレッドみたいな。ビールはね、触るとおかしくなる。出演料はないです。
歯がゆいよ TV は動かんないですか？少しずつ少しずつやってみます。ああ目標達成しに来たんです。これね、あかんよ。何の達成？早いね。もう今年の達成しちゃう。達成しちゃう。今日しか会う日ないんですよ。ないか、そう、こっち来るのね。そうなんです。そうだよね。そうなんです。だから全部達成して帰るんです。あ、ありがとうございます。若いか若いか。どうすれば私が前におるけど、私の顔がでかい。俺、いや、俺もともと顔ちっちゃいよ。そう、ハグかい。ハグで達成です。ハグだでしょ、ちゃんと。ハグが来てるから大丈夫。見て見て、ハグ、ハグしてもらうのを旦那が取り寄るってどういうこと。そう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 。おかしくないこれ。この図。ヘルニアになったんですよ。めっちゃひどかったんですよ。柔軟柔軟、こいつもそうだけど、俺もそうだけど、柔軟柔軟しないと柔軟。ずっとリハビリ、え、1月ぐらいから。うん。ああ、じゃあ柔軟とかやってんだよ。ねじり系と、血筋伸ばしと。ちょっとこじゃ歩いてたね。マジ？今やっと人間の歩き方になった。最初の1週間ぐらい。もう寝られないんですもん、夜。そんなひどいんだ。もうどの体勢とっても、ちょっとずつ角度変えてももう全部痛い、痛い、全部痛い。最初股関節が痛いとか言おって、なんか変なエッチしたんかなと思ってね。変なタイしたかいなと思って。俺かなと思って。僕もヘルニアだったんで、もう何年も前にヘルニアやってるんで、この股関節は痛くならんかったなと思って、うん、もうこっち側はずっと痺れて、こうね、来るよね、来ますよね。去年俺ずっと痺れてて、で、柔軟をしっかりやれるようになったのか。体幹やったり、いろんなことやって、あと、ボディフィット買ってから、うん、あれをずっとやりよったんですけど、うん、インナーマッスルじゃけダメって言われた。あんまり意味ないでも、表面もすごい硬くなりますよ。あ、そう。もうガチガチになりますよ。そうなん。ただここの血筋とかがやっぱ脂肪が多いじゃないですか、うん、あっこはもうあんなもんじゃ役に立たんだっけ、うん、やっぱりストレッチしてやらんとだめ。了解です。それで一日休むと分かるもん。あ、ダメだ、朝ダメだ、やっぱり来るわ。そういう時は朝晩あストレッチ15分ぐらいやるかな。でもそんな程度でできるからですね。うん、まあもう一生付き合わにはいけんと思ってやらんとダメ。そうだね。ですね。そうだ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 ね。こんにちは、ゲイリーザラソンカーです。選手の皆さんお疲れ様でした。そして観客の皆さんというところ、皆さん集まっていただき本当にありがとうございます。そしてローカルの、アングラの方々、そして、地元の、人などの、ご協力、大変感謝いたします。選手を代表して、お礼を申し上げます。ありがとうございます。で、まあ、ゲイインターナショナル的にはみんな釣り人の方が楽しく、釣りができる、ワームを今後も開発していく、所存であります。今後ともゲイリーの製品のご愛顧の方よろしくお願いいたします。まあ、勝手なって感じですけど。で、以上で、終わります。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、第5位です。ゼッケン25番黒田圭司選手、1260g です。4位です。ゼッケン23番高山洋太郎選手、1388g です。
3位です。ゼッケン50番川口直人選手15,47g です。第2位です。ゼッケン13番江口俊介選手15,596g です。JP トップ50シリーズ初戦ゲイリーインターナショナルカップ優勝、ゼッケン28番早野武史選手1万2,100g です。Thank you.